あの、鍵はどこに、あの、トトイサさんですっけ？鍵がないんですけど。力の試練きたー。上位とかじゃないんこれ。うわ、極意やって、極意。いやいやいや。注意が無理やったのに極意きたー。まあ、行くのが難しい場所はそういう感じってことや。当然ながらそういう感じってことや。まあ、一応、一回だけ挑むね。一回だけ。なんか巨大なん来るんじゃない？あ、巨大ではないんか、別に。武器が強力になるってことかな。あ、わからん。ちょっと、差がよくわからん。はぁ。待って、怖い。はい、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 はい。はいっていうか、武器装備してね、私。超撃たれるやんだもん。よっ、はっ。怖いから。え、なんなんこれ、なんか私。くそ。え、なんかさ、あの、何向こうのさ、鉄砲っていうか爆風？あれのダメージ受けてないことない？なんか、直接切りつけてくる攻撃？あれはアタリオンやけど、なんか爆風の方当たってなかったよね。当たってない。もしかしてそういう仕様の装備やっけ、これ。その辺もよくわかってないっていうね。まあ、そういうことだ。極めてから来いということだよ。極意だもん。極意？極意？極意？まあ、どっちでもいいや。さーて、それじゃあ。さーて、それじゃあ。私、はてなこ島、あ、はてなこ島、ここが。へえ、なるほどね。私がなんか前に地図見ていいよってやつや。んじゃあ、とりあえず、私さ、ここらチャレンジとかを全然クリアしてないよね。この私の嫌いな謎かけみたいな、謎解きみたいな。なんかこの風を束ねて制するものっていうやつも、なんかね、まだ爆発する場所が足りんみたいなことを言おって。あとなんか、あ、そうよ、なんかあれあったことない？ミニチャレンジやっけ？大盗賊ラムダ。そう、これあんまり考えてもなかったよね。トレジャーハンターのドミダクとブリセン兄弟から大盗賊ラムダの財宝の、ありかを示す暗号を手に入れた。若き橋、かかる川物源流の闇夜に浮かぶ天の白滝。一攫千金の夢は叶うのだろうか。一攫千金。これ手に入れて、これを手に入れて、家を買えるかもしれないという望みにちょっとかけてみようかな。三本杉ってあれ？全然違うやつやけど。夜じゃないといかんのかな？そういうこともないんかな？とりあえず、ここはどこなんだ？あ、これやん！前に言ったあの恋愛のやつ。え、違う？でもさ、これハート割れてね？恋愛成就じゃないよね。確実にここ何かあると思うけど。じゃあ、とりあえず何やっけ？どこやっけ？はてなこ大研究所じゃなくって、双子馬宿のとこ。双子馬宿のとこってどこ？あれ、双子馬宿のとこってどこやっけ？何これ、どういう感じになったん？道が。え、双子馬宿どこ？なくね？てか、ちょっと待って。アップすぎるんだな。アップすぎてよくわかってないんだな。双子馬宿。私、どこから来たんやろ。あ、この辺、あ、これや。双子兄橋と双子弟橋。なんかさ、この橋？若き橋の源流？源流って言った？源流ってこれじゃない。ちょっととりあえず一旦マップピン配置しといて、
配置しといて、あっちの方向、あっちの方向はいいんやけど、その辺になんかワープできる場所は、大盗賊ラムダの財宝。あ、ここで見つけたんやっけ。あ、ここが、双子馬宿か。じゃ、ちょっと一回、ハユダマの祠の方にワープしていくね。ほい、ハユダマの祠。で、そう、源流に向かいたいんよね、私は。若き橋の源流の。この辺の商人とかさ、武器とか売ってくれてないんかね。てか、まず商人おらんし。あれ、いなくなった？とりあえず、その大盗賊ラムダの。あ、私これ反対向きに走っていきよるね。反対方向に走っていきよるね。こっちか。ん？違う、こっちだな。え、こっち？え、違うぞ、こっちだな。うん、こっちの方向だな。合っとる？うんうん、合っとる。で、あとは、この川に沿って、行って、源流にたどり着ければよろしいわけだよ。お兄さん、なんか大変そうだな。そう、これが双子兄橋？弟橋？なんかどっちか知らんけど。そういう感じの。武器が欲しいね、武器が。なんかとりあえずさ、おー、びっくりした。その辺で戦う分にはゴブリンの骨でも別に問題はないけれども。源流どっちの方向？あ、こっちの方向で合っとるね。うお、びっくりした。やめて。私今武器何も持ってない状態？それはちょっといかがなものかと。はい、ボコブリンの骨でもいいけん、ちょっとセットしておこう。あ、向かってこないでね。向かっては来ないでね。うお、びっくりした。やめてよ、もう。ん？一発？ボコブリンの骨強ーい。せや。あ。ボコブリンの骨強いな。てか、こいつらが弱いだけか。こいつらが弱いだけか。わからんけど。回復アイテムも欲しいし。お、久々のキース。あ。こいつらはもう余裕やね。あ、料理してくればよかったな。ねえ、せっかく双子馬宿の方に行ったのに、料理でもしてくればよかったの。ほら、なんかちょっと川が狭まってきた感じ。私多分ね、前に全く違う方向を見ながら、あ、あれか、源流みたいなこと言った気がするけど、絶対違うよね。これ？あ、でもまだ行き止まってない。まだ行き止まってない。こっちから行けるってことかな。この辺キースいっぱい飛び寄るな。あ、こいこいこい。いや、あ、壊れた。あ、しかもまた、なんか、撃ってきた撃ってきた。ロコヤリロコヤリ。お前邪魔だな。じゃ、待ってね。先にこいつを。なんか葉っぱの部分超でかかったんだけど。ちょ、待って、またなんか。あー、また武器を。はいはい。頭をちゃんと潰しとかんとね。キースの羽いっぱいゲットやん。あ、なんかめっちゃ流されていきよんやけど。なんかアイテムめっちゃ流されていきよんやけど。ほら、まだまだ川は続くよ。この辺なんか敵寄ったりせん？なんかキノコがいっぱい光りよるね。なになに、なんか声が。なんかさ、忍びたけとかいう名前やけどさ、全然忍んでなくね。え、熊？
シやクマはやっつけられないのか。水の中にも来たりする。あ、水の中には来ないっぽい。あ、よかった。てか今なんかこれ超怪しくね。あー、ちょっと待って、助けて。流される流される。しょ、うーん、あのクマはさ、どうしたらいいの。あ、溺れたわ、こんなところで。そうじゃなくて、これだね。は、あっちに流れていってくれないかな。もしかしてこれ水の中で爆発せんの？明日明日これさあ、ちょっと待って、こっちからちょっと一旦上がるね。こっちから一旦上がるねはいいけど、てかあのクマやっつけれんのかな。でもってあっこさ、どうやればいいか。あ、すげえ、魚浮き上がってきた。へえ、そういう感じで取ることもできるのね。剣鯉、淡水に生息する鯉の仲間。肝に含まれる成分に筋力増強効果があるとされ、料理して食べると攻撃力が増す。へえ、あっち側にたどり着けばいいんか、とりあえず。流れに逆らうには加速するしかないんか。んで、ちょっと一旦この辺、ちょっと待って、休みたい。そうそうそう。んで、ここからの、こう投げて、開いたはいいけど、でもここ別に源流じゃないんよね。違う、ちょっと下ろして。ここは、あ、ここからあるよ、なんか。ほら見つけたんだけど、トトイサのほこら。ここ関係ないとこかな。まあ、一応こっちも登録はしておこう。いろいろとなんかほこらの解放だけしていきようんやけど。解放っていうか登録だけクリアせずに。まあ、セーブポイントが増えるというのはいいことね。セーブポイントじゃねえわ。ワープポイントが増えるというのはいいことなんやけどね。ここはなんかパラセール使う系かな。違う？おお、なんかよくわからないものが。祠を訪れし者よ、我はトトイサ。女神ハイリアンナにおき試練を与えよう。トトイサのからくり系や。からくり系や。何これ。なんかよくわからんけど、こういうこと。んー、よくわからん方向でちょっと止めてしまったけど、まあ渡れるだろう。でこっちもね、もしかして全体的にそういう感じか。いや、この2箇所だけじゃないね。向こうにもあるね、なんか。え、これは、あ、これをこっちにこう、あ、こういうことっすか。こう、こういうことね。で、ここを走って。ここを、こういうこと？でいいんかな？一応、まあ、渡ってこれたよね。一応渡ってはこれたよね。あ、もうこれ、あっという間に、あっという間ではないか。まだあるな。ん？でも、あれ、どこなの？これ、ゴールは。ゴールがちょっとよくわからないけれど。うわぁ、またしてもなんかややこしげな。うわ、何あれ。あ、階段がずれるん、これ。何、どういう仕様よ。向こう側にも渡っていきたいけんさ。どう行けばよろしいの、これ。あ、こっちに一旦ちょっと階段をくっつけておいての、ちょっとあっちにも飛んでいって、行きやすいぐらいの角度で、これぐらい？ちょっと一旦これで止めて、
ちょ、個性的な角度になったけど、いいかな。まあでもいけるだろ。これで、あ、渡れる渡れる、イエーイ。え、これいけるの？なんか扉閉まってますけど、あれ。渡ったら開くとかそういうこと？え、これ鍵いるんじゃね？え？あの、鍵はどこに？あの、トトイサさんですっけ？鍵がないんですけど。入れていただけないだろうか。え、なに？宝箱とか今まであった？え、ないよね。どういうこと？え、宝箱とかもしやどっかにあるの？え、なんかこの裏側になんかない？どこまでが行けるとこなんだかちょっとよくわからんねやけど、もしかしてこれくるっと回したら何か、別の方向から見たらまたなんかあるんかもしれんねん。ちょい待ってね、ひっくり返そうと思うよ。これをこう、ひっくり返し、あー、そこに宝箱。くそ、そういうことね。なるほど。じゃあとりあえず一旦これで、今ね、なんかすごい、私コントローラーをさ、ぐね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 しながらやりよるけん。よいしょ。これね。鍵？お、あった。小さな鍵。試練の祠の中にある扉を開けることができる鍵。で、多分この壁をよじ登ることはできないんだろうから。また、まあさっきと同じような形に、戻して、これを。あ、違う違う違う。手が当たった、手が当たったの、今。しまってね、はい。すごいね、あの、意味わからない感じの方向になったりとかしてるから、私のコントローラーが今。このあたりかな。これで、クリアだね。あー、よかった。思ったよりは簡単やった。よし。なんか武器とかくれたらいいんやけどなぁ。開く。ふぅ、来たよ来たよ。何もないんですね。ふんふん、オッケー。トトイサさん。まあ、多分、ラムダのやつではなかったってことやね。試練を克服され、よくぞここまで。あなた様こそ、孫をことなき勇者。今こそ女神ハエリアンナにおいて、克服の証を授けましょう。もうなんかすげえ体勢だな。片足だよ。片足での空気椅子。しんどそう。解放されて。克服の証、試練を克服した者だけが授かることのできる勇者の証明。あと一個やねん。これで我が役目は終わる。女神ハエリアンカゴがあらんことを。これでやっと、トトイサさんのあのしんどそうな体勢が。ラムダの財宝っていうのは別にホコラではないんかな。もしかしてこれホコラチャレンジの一環やったりする？ちょっとわからんけど。でもとりあえず源流の方向やけん。待って、また一旦向こう側に渡って行かせてくださいまし。流れが早いよ。これまた上に登ったらクマおったりするんかな。常にそこにおるわけではないんかな。よいしょ。とりあえず、あれクマじゃない？ちょくた。ちょくた。クマに見つかったらどうしてくる？何？移動してきやがったな。追いかけてきてんじゃねえ。なんかあれありそうじゃない？なんか。あ、とかここ源流やん。ちょっと待ってね。源流の前にさ、そこなんか、あれじゃない？コログとかない？おるんじゃない？これ。おい、お前。こんなとこまで追いかけてきたのか。まあ、でもあいつ多分水中でも来れるんだろうけどさ。ちょ、待って。あ、なんか、
魚が上がっとんやけど。はいはい、もうほら魚打ち上がってますけど。頑張りバス、長い間生きたハイラルバスと言われている。生命力が非常に強く、調理して食べると頑張りゲージが一気に回復する。うん、いいねいいね。え、魚打ち上げられるとかいうことあるの？これで邪魔者は片付いた。これは多分そこに。コログの妖精やーい。はい、来たー。うわ、見つかった。コログの実、ありがとね。またねー。よいしょ。え、んで？この辺じゃないの？源流来ましたけど？はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。